はい、どうも哲学とです。薬剤のマリグナントストーリー実況後半やっていきたいと思います。まあ、前回ね、ストーリーの方進めて、白衣の亀裂と、あと死者試食者の洞窟からマリグナントを、相当するの方の2つの依頼を受けたんで、まあ、そこからやっていこうかなって感じですね。まずここですね。お、結構なんか経路が。あ？マリングダントの腐敗を倒す3ですね。2体いる。つかマリグナントの有権者、スラバーンを倒すと。はい、これで1つ目終わりですね。で、もう1つが、こっちですね。
違うかな。あ、こっち側から行っちゃいけません。街中では無理だ。白衣の亀裂と、それに時間がいる。あと1体ですね。マリグナントの血王ミラレスを倒すと。はい、これで一応クエストの方は終わりかな。そうしたら、右下ですね。こっちかな。ザーゼンビットの方に。ここでは無理だ。
ここでは無理だ。コモンドの様子を見ると、パラディンの十字架で封印された祈祷書、間違いなく秘密の儀式が記されているのだ。ゼーノ大長、ザカラム教のカビ臭い帳簿、ハウザーの居住地砦、前哨基地などが記されている。脆くなった古い書簡の、タバト、一枚ごとにクルセイダーの印が押してあるが、内容は暗号で記されていると。はい、書物を読んでは 何か分かったか。ええ、あなたのおかげで分かったのですが、束縛の呪文は遠い昔に封印された秘密の拠点で作られたようです。はい、そこを探してみましょう。現地でお待ちしています。信仰の廃墟。どっちか行った方がいいかな。バックウォーターから行きますか。馬車はどこへ行った？馬が沼地を相当嫌っていたので、ザービンゼットの郊外に置いてきました。我々はなぜここにいる？とにかく聞いてください。バーシャン様は腐敗の源ですが、正しい儀式さえ分かれば直すことはできます。この遺跡はザカラム教徒が到着して以来封印されています。失われた知識を求めるならここを置いて他にありません。他に手がかりはないのか。前向きに考えたらどうです。希望を持ちましょう。バーシャン様ならきっとそうします。彼はそういう方でした。いえ、今でもそうです。憎悪に屈するような男ではありません。さあついてきてください。封印されて以来カラマットの領地を探索したものはありません。クルセイダーです。どんな秘密に眠っているの？マリグナントです。あとちょっとで着きます。進みましょう。あれが廃墟か。そのはずです。この辺りに何を見つけた？ありました。ここです。像の下に隠し扉があります。像の近くで光の印を作るとどうなるか見てみましょう。
光の印を作る。ここもね、奥のダンジョンと間違えて入っちゃうと大変なこと。次の像を探しましょうと。これですね。やりましたね。入り口が開きました。中で合流しましょう。で、こうやですね。地で埋め尽くされている。ここで一体何を。探索を続けましょう。実験で何かしらの成果があったはずです。あ、今回はこっち側にいろいろあるんだね。門の引き上げ、新しい儀式や試験には日々明け暮れている。呪狼はモンスターの心臓を捉えられているようになったが、儀式を進めるは必ず死が訪れる。なぜアカラットの光に逆らうのか理解できない。どこかに答えがあるはずだ。ここにもあるのかな。欧米から研究の結果を要請された。彼らは、実験は失敗したとみなしている。確かに対象が生きている間は光と闇を分かすことはできないが、心臓を捉えることができればそれが可能になることは証明できている。ただもっと時間が必要なだけだと。お、できた。モンスターの命を奪うが闇に、は落とさない完璧な呪狼が完成した。これ以上闇に落ちるのが落ちる者がいませんように。アカラトのお導きを。上質な呪狼。より強力な呪狼を見つけたが、それでもバーシャンは生き残れないだろう。殺すしかないというのですか。バカなことがあってたまるものか。これまでの犠牲と苦しみは何だったのですか。腐敗に飲まれた人々は誰一人として助からないというのですか。全て私のせいだと。そんな。やれることはやった、コウモンド。これ以上ここにいても無駄です。村に戻りましょう。すべてが始まった場所で決着をつけるのです。ベルコーバの外でコーモンドと会う。ここですね。光
としては清馬車道に行った方がいいですかね。この人のコスメティックかっこいい。ここかな。ちなみに清馬車道の加工台はここにあるって感じですね。街中では無理だ。残酷な真実、ベルコーバの外でコーモンドとは。めちゃくちゃここら辺のマップもかっこいいですよ。敵で助けていただいたおかげでバーシャン様を封じるために必要なものを手に入れました。それを使えば彼を殺しマリグナントの発生源を断つことができます。教会の地下室へ行って儀式を準備しましょう。町は誰一人いなくて変な感じがします。腐敗がこうも早く広がるとは。任せて大丈夫なのか。あなたのような方がいれば何だってできそうな気分です。バーシャン様に安息を与えなければ私はもう逃げません。ベルコーバからマリグナントを引き添う。地下への道を確保した。ありがとうございます。私のせいでバーシャン様はあの場所で腐敗に飲み込まれたのです。そこで決着をつけましょう。ベルコーバ教会の地下室か。シーズン序盤は結構ここの、最後のイベントをね何度も繰り返して、心臓を稼ぐみたいなね、ことができるバグがありましたけど、今はもう修正されてね、1回しかできないようになってますので、まあ、なんていうか、正規の方法で心臓狩りするっていう感じになってますので、そこは、ちょっとね、注意が必要って感じですね。コーモンドとともに、儀式場を目指すと。
間がいる。お、黒心臓出ました。バーシャの日誌。ベルコーバに恐怖が蔓延している。人々は何が起きているのか理解できないか、あるいは理解したくもないのだろう。だが希望もなしに人々を苦しませるわけにはいかない。イナリウス様は必ず我々を再び光へ導いてくださる。ここはまさにあの時のままです。傷んだ本。長年放置されたこの本はひどく傷んでいる。ほとんど判読不明になった儀式のページにしおりが挟んである。何をすればいい？儀式の準備を整えてください。あとは私が。で、儀式の5を3つ配置したわけだ。決着をつける準備ができた。私もです。ガーブリッソン、セアドヒー、ロウイヒ、ロウルキス、スミス、イクムンス、まだ無理だ。イクヒスムス、ストラ。シャンのマリグナントの心臓。私をどうお許し。大丈夫か。馬車のところで会いましょう。ここにはもう用はありません。コーモンドの馬車のところでコーモンドと出会う。出る。マリグナントはこれからどうなる？バーシャン様の死により、マリグナントは減り始めると思いますが、それには時間がかかるでしょう。質問に答えなかった。なぜバーシャンのことで嘘ついた？私はただ過ちを正したかった。助けていただいたとはいえ、あなたのような方に打ち明けることはできないでしょう。あなたは人々に畏敬の目で見られています。子供を黙らすために親はあなたの伝説を聞かせます。教会に行けばあなたの噂話が絶えず聞こえ、商人たちはあなたが触ったものを売ろうと必死です。あら、そんなに名声上がってんの？かの放浪者、憧れと同時に
恐怖も呼び起こします。あなたはそういう存在になったのです。そういう存在になったのです。あら、これからどうする？結末を見届けるつもりです。マリグナントの犠牢になった人々が呪牢で安らぎを得られる限り、私は呪牢を作り続けます。バーシャン様もきっとそう望んでいます。これで一応終わりですね。はい。で、まあ、この後ですね、バーシャンを、倒すイベントの方が続くんですけども、まあ、そちらの方はね、ちょっと一本、攻略動画として、まとめようかなと思ってますので、まあ、ストーリー実況としてはここまでという形になりますね。また、シーズン2のね、オリジナルストーリーの方も実況していきたいと思いますので、まあ、攻略動画と合わせてね、楽しんでいただけたらなと思います。まあ、このチャンネルでは、まあ、普段はディアブロ4の、攻略解説動画など上げていますので、もしよろしければ、高評価、そしてチャンネル登録の方もよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いできるのを楽しみにしています。哲学とでした。